妖刀伝やっていきましょう。誰でも切り捨てることができ、さらに誰にでも乗り移れる、さらに人だけじゃなくいろんなものに乗り移れると、そんなゲームやっていきましょう。ようやくお目覚めのようだな。マジくたびれたぞ。すまんの。どうした、何を黙っている。お前ひょっとして記憶がないのか。まあ無理もないな。よし、状況を説明してやろう。随分洋風な騒動ですな。見えるか、お前はあの妖刀に魂を封じ込められたんだ。元の体に戻る方法はたった一つ。お前の体を奪ったやつを探し出し奪い返すしかない。犯人を探さねばならんか、やつかな。おっと、ちょうどいいところに誰か来たみたいだぞ。どこだここ。街を歩いていたはずが、いつの間にかフォレストの中。ああ、こりゃミステリーだね。ああ違うか。ああ、フェイスでも洗ってヘッド冷やすか。ああ、ちょっと飲みすぎたな。酒好きもほどほどにしないとな。ん？滝の中に何か。滝の中だったのか、さっきのは。よし、この距離ならいけるだろう。いいか、シフトプラス決定キーで目の前にあるものに切りつけることができる。抜刀だから多分このボタンだな。さあやってみろ。えい、これは普通の決定キーを押しただけで、シフトを押しながら、えい、うぎゃー。乗り移り回数残り15回。うまくいったな。これでその男の体はお前のものだ。ついでに妖刀の力について詳しく話しておこうか。先ほどのようにシフト決定キーで目の前のものを切ることが可能だ。その際相手が人間であれば体を乗っ取ることができる。だが相手が戦える人間なら当然抵抗するだろう。ほう、戦闘になることは避けられまい。戦闘に勝利すれば晴れてその人物に乗り移ることが可能だ。しかしこの能力にも回数制限がある。今のお前の状態だと残り15回ってとこだ。増えたり回復したりってあんのかな。闇雲に乗り移るのは避けた方がいい。とりあえず町娘だろう、その後に娘だろう、その後にお姉さん、その後にちょっと15回じゃ足りるかどうかわからな。また乗り移らずにそのまま相手を殺すこともできる。この場合返り血を浴びることになるが、何しろ妖刀というくらいだ。返り血を浴びるたび強くなっていく。ほう、この町中の人間を切り終えたとき、あんたは並ぶ者のいない猛者になっているだろう。それまでお前の心が闇に食われないという保証はないがね。また返り血を浴びた際、その体のレベルは一つ下がってしまう。はあ、下がったレベルが戻ることは基本的にない。早めに次の体に乗り移るしかないということだ。なるほど。いくら妖刀が強くなっても体が弱ければ簡単にやられてしまうぞ。つまり装備としてそのまま武器の攻撃力がどんどん上がるけども、ステータス自体が下がっていくってことか。まあ一撃で倒せるなら問題ないがね。勝てないと思ったらすぐに逃げろ。ほとんどの人間は追ってこようとはするまい。切ることができるのは人だけではない。ほほう、妖刀が強くなれば切れるものも増える。ふむふむ、世間とか普通では入れない扉でも、へえ、妖刀を強くして無理やり破壊すればいい。怪しいと思ったらとりあえず切ってみろ。さてこんなところだな。念のためもう一度聞いておくか。じゃあもう一度聞いて30分ぐらいループさせる、そんなパート1にしようか。この先どうすればいいかわからなくなることがあったなら、メニューキーを開いて相談。お前がこれから取るべき行動はある程度示してやろう。なるほど。もちろん従うかどうかはお前次第だ。最後にそこの地蔵を調べれば進行状況をセーブできる。なるほど。どこでもできるってわけじゃないのか。地蔵はあちこちにあるから見つけたらとりあえず調べておけ。ではグッラグ。ザブザブ。タゴサク濡れている。え、タゴサク濡れている、濡れているタゴサク。タゴサクなんだ、タゴサク濡れてるんだけど。情報を集める酒場、いろいろ教えて。何について。辻斬り、これはさっき教わったあたりだね。あ、間違えた。辻斬りしすぎ。乗り移りと全回復する。キャラによって特徴がある。スリだったら盗み。おお、
戦闘中以外でも特定の人物に反応が人物の反応が変わったりと、なるほど、お父っつぁん何してるのとか、誰あんたとか、人によって変わったりするってわけで、ね、基本操作は問題なし。いえ、んと相談、あんた誰、確かにお前まだ一人も殺してないな。誰も殺さずにクリアとかできんのかな。100人斬りか0人斬りか。なるほど、体を奪うにしろ殺さなくてもいけるってわけね。そういうことで妖刀に魂を封じられた者の一人。よし、能力特にはない。ふむふむ、じゃあセーブだな。おお、いっぱいセーブできる、やったぜ。アイテム落ちてたりとかそういう系じゃないか。うおー、切らせろー、うおー、峠、墓地、城下町、うおー、町、うおー、うおー、うおー、桑、うおー、畑、回復、あー、町娘、うおー、うおー、ひえー、かっこいいな、音楽。オープニングのタイトル画面のそうだけども、こういう和風のとかいいな。なんかね、五右衛門とかそこら辺思い出す。私を切ってもいいことないよ。さらに切る。乗り移る。やったぜ、80も手に入れた。やった。あら、そこ行くお兄さん。あんだけ見え。喧嘩ってんのかと。なるほど。で、これがおかみさん、みつ、あー、おばさんだった。熟してる女だったよ。どうしよう、往復ビンタ。兜の相手には効かない。なるほど、これは多分ね、何回も何回も繰り返しプレイしてね、覚えるゲームだと思うから、まずはね、いろいろやって覚えていかなくちゃな。これなんだ。どうもどうも、カーラバンジジイでございます。いかがですかな。へえ、古いカーラバン購入。カーラバンっていうかアイテムか。でもさ、暗い。おや、往復ビンタ、ペン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 、麻痺った、よし、えい、出血、麻痺。おじいちゃんがやばい。でもおじいちゃんステータスは低そうだな。ガワラマン実技にされる。明日のガワラマンはこれで決定ですな、グフ。これでアイテムいっぱい持ってたりとか、印籠持ってた。三つ国公だったの、もしかして。なんだ、相談したい。うん、まだコロはしてないからね。どうせだったら乗り移らないんだったら殺して、ちょっと物騒だな。ね、その武器の攻撃力を上げておくっていう、それはした方がいいかな。カーラバン G、 あ、特技ない。これ G 大丈夫かな。お、 G がいる。はて、ばあさんはどこへ行ったかの。あれ、おじいさんはどこ行ったかの。はて、あんたは誰だったかいの。私です。で、バーに。はて、何か恨みでもかったかいの。で、じいさんやばあさんやで。はて、ばあさんはここにいるよ。何言ってるんだ、猛録しよって。ばあさんはどこだって言うから、私が来てやったのだぞ。はて、何かいかりゃく。これ乗り移りすぎだね。乗り移れる回数に限りがあるってね、さっき言ってたばかりなのに。なんかちょっとステータス割と高めの人に移りたい。亀次郎、弱い弱い。ちょっと若い人に乗り移って何か用だべか、何をするだべか。倒せるか、むしろ出血。いや、あ、はあ、亀次郎、行動履歴。始まりと終わりの位置で田子坂に乗り移る。試練みたい。城下町で三井に乗り移る。カーラバン G に乗り移る、乗り移る、乗り移る、乗り移ることもなく、幹部とに破れる。ヒュイーンと。倒したのが強い相手であるほど、用途も一気に強くなる。なるほど。難しいですね。ちょっとずつ、ちょっとずつ。直前から、おお、こういうのがあるのか。ちょっと今、現時点じゃ倒せないから、ちょっと倒せそうな。お、コムソウ。コムソウなんか、驚きませんよ。倒せるかな。でも強そうだな。あ、これ勝てません。これ勝てません。あ、歌ってる。ダメだ。亀次郎やばい、弱い。ちょっとまた。技は使っているか。技持ってないんだよ。
今ね一番ね乗り移っちゃいけなさそうなやつに乗り移ってるんだよじゃあね入り口のあたりにいたやつ、そいつだったら倒せんじゃないのか。チュートリアル的にね喧嘩売ってるのが、でもこいつはねちょっと危なそうだからこの人にしよう無理はせぬ方が良いぞ。あ、もうこれ最初からやり直すわその方がいいんじゃないのか。霊人斬りとかそういうのもできるかもしれないけども、最初はねやり方とかまだ全然わからないし、まずは目についた人を切って、勝てそうな人を切って、妖刀のレベルを上げておくと。これ今どういう状態な能力でさ、妖刀レベル1、レベル1のままだな。攻撃力3機とちょっと上がってるかどうか、確認しておけばよかったな。おじいちゃんおばあちゃんやるか。物騒だな。だって勝てそうなのがさなかなかいないんだもん。で乗り移るとさすがにきついので、能力次のレベルまで。なるほど、攻撃力は下がっている。他方策が弱くなってるからな。途中で勝てそうで強そうな人に乗り移りたいね。あ、こんなものを切ってもしょうがない。おお、切れた。何もない。結構いろいろ何を切ろうというんだ。やったー、シャバーン。しかしあいろいろ切れるんだけどさ、特に何もないっすね。おじいちゃん瓦版地アイテム屋さんだから一応残しとくか。志願しようとしてたってことはあいつは強そうだな。セーブをしておこう。でももう、ああ強そうだなもうちょっと強くしないとな。あ、相引きしてる。女の方に乗り移ろう。なんて読むんだろう、マシカ城。カカシとか切れる？切ったー。これで作物がカラスに襲われまくる。なんか物を切りまくったっていうさ、そういう実績もありそうだな。じゃあそろそろ乗り移ってみるか。タゴ作どんどん弱くなってくからな。耐えろよ。無理でした。竹彦。誰が勝てそうとかが分かんないからな。こいつ勝てんだろ、このサモ。景気が悪い時は現れると。うおー、よこせー。お、こいつが勝てそうだ。危ない。でもどうしよう、吸収するか、それとも、うおー、しかしこの体じゃな。じゃあ切って、お、500万。お、妖刀レベルアップ、やったぜ。攻撃力が戻った。一発で倒せりゃいいけどね。でこれでバシン。無理か。回復をしたいね。そこら辺のやつとか勝てるかちょっと自信ないから。ゆっゆっ、セーブ分ければよかったかな。失礼しまーす。こらこら、こさやるならこっそり覗きなさい。お金を払ってからよダメなのか。あ、綺麗さっぱり落としてくれる。300文か。じゃあ切り捨てて入った方がお得かな。とりあえずやってみよう。でもこういうおかみさんに、タエさん強そうだな。タエさん出血。ああ、どっかでちょっと HP を回復してからだな。おっと、スリだ。おっと、ごめんよ。絶対に殺すまん。今の子供スリだな。おお、大人では入れない場所に入れるかもしれん。へえ、どんくらいスライダー。じゃあ後にしよう。ちょっとイベント進んでから、必要性を感じてからにしようか。いらっしゃいませ。座って注文しますか。はい、日替わり定食、とりあえず酒。あ、さっきの襲われてた子か。どんくらい回復するかわかんないからな。とりあえず酒。攻撃力が上がった。あ、回復じゃないのか。酔ってるかといって回復、瓦版で回復した方がいいかな。あと回復手段他にもあるって書いてあったな。お、タゴサクじゃないか。お、俺のこと知ってんのか。じゃあ
タコサクお前どうしたんだよ。俺たち友達だろ。俺のことを助けてくれよ。おお強くなった。タコサク乗り移る。これでトンベお前は俺だ。切り殺してたことに何の疑問も抱かない店主。まあ景気悪いしなーってことで許してくれんだろ。えいえい、なんか割れば何か出たりとかないのかな。この人強そうだな。あ強そう。へえ、城に仕えてた。じゃあなんだろう、とはいえ強そうだな。今レベル10のこいつでちょっとお風呂に行ってみたいんですよ。この人強そうだからな。耐えられんだろ。いいえ。やるよ。お、振り下ろし、攻撃。特技があった。強い。トンベイのままでも痛いけどな。私を殺したら風呂入り放題になると思った。残念でした。染み込んだ血を洗い落とすのは私だけの技なんだから。ああ、そうなのか。じゃあまあ乗り移ってみよう。特技なんもないか。まあまあ強いね。うっしっし。あら大佐もこんな時間から入れるんですね。うっしっし。えい、え、それもしかして、あ有無を言わさず切れちゃった。あーしまったな。今の人乗り移っておけばさ、スポン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 のままでいけたのかな。こっちにもいる。おや、背中でも流してくれるんかいの。よし、じゃあ洗い流してやるよ。血でな、お前の血でな。ということでお風呂にはもう入れなくなりました。いらっしゃいいらっしゃい。お、やったぜ。こういうプレイも可能と。なるほど、ちょっとさすがにセーブ開けておこう。こんな感じでいろいろやっていけるわけね。ただし自由度が高いからどう進むのがいいのかわからない。でも正解もいろいろルートがあるんだろうな。ということで今回はここまで。また次回。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.